はい、皆さんこんにちは。ウィシンデザインホームセンターの森田です。今回もちょっと2分間で、商品を紹介させていただこうと思います。ちょっとホームページはもう、ホームページの方にはもう書いたんですけど、ちょっとそこに載せきれていないちょっと映像というか画像ですねを見ていただこうと思います。まずこちら横の面ですね。でこちら後ろストッパーがついております。で、中側はこのようになっております。もうすごいシンプルでね、本当に、もうこんな感じですね。で、持ち運びすることができます。はい、もう結構ね店内も聞こえますかね、ちょっとクリスマスの、音楽を、店の中でもう鳴らしまくってますんで、気分はクリスマスなんですけど、なんせ英語なんで何言ってるかいまいちよく分かってません。はい、まだ時間がちょっとあるようですね。はい、でまあホームページの方ではね見ていただいたら分かりますけど、まあ薬箱とかでね、こういう風なのをもうそのままねこうちょんと置いておけば、シンプルなんでおしゃれでまあいいんですけど、まあそれ以外のね、使い方っていうのも、まあ、記載させていただいてます。であとねちょっと分かりづらいんですけど、これねストッパーになってるんですね。で例えばこれがもう劣化してもうボロボロになって取れたとかっていった場合は、こちら予備に1個ついてますし、まあ、なんかタイマーが鳴ってしまいましたが、ちょっと続けて言いますね。でまあホームセンターのね水道売り場に行けばですね、ここのですね、まあ、こういう丸いゴムですね、まあ、こういった丸いゴムが、売られております。ただサイズ非常に種類が多くてですね、サイズ様々なので、あとねこういった白色っていうのがひょっとしたらないかもしれませんが、まあ一応それで代用できるっていうことだけはね、伝えておきますんで。はい、であとねこれがね全然2分で終わらないですね。塗装がですね、ちょっとこの映像でもわからないですね、写真でもちょっとわかりづらい、まあわからないと思いますけど、ちょっとこう微妙にちょっと塗装がデコボコしてるというかいう感じで、ちょっと滑りにくくはなっておりますので、はい、まあそういったところですかね。まあ非常にシンプルで、まあどんなものをもう入れていただいたらいいかなと思います。はい、今回は2分オーバーしちゃいましたけど、ありがとうございます。